にはいけません。勝って兜の尾を締めよう。まだまだ試合は残っていますんで、皆さんこの3連戦で勝つために、今日も熱いご声援よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、では今日は皆さんに観測情報をお届けします。インフォメーションタイムでございます。まずは本日の番組紹介でございます。本日は KTR ホテル熊本さん、そして焼肉はじめさん、はい、そしてモンキーさん、はい、さらにミックスジャガーさん、はい、いらっしゃっております。はい、今日もさまざまなスタジアムグルメが揃っておりますので、ぜひ皆さんグルメも楽しんで、そして夜景も楽しんでいただければというふうに思います。そしてもちろんね、ビールもごくごく飲んでいただければハッピーなんじゃないかなというふうに思いますので、今日もぜひお楽しみください。さあ、続きまして、本日も両セット販売中でございます。今日もね、非常に暑いので、はい、チケット代とは別にですね、1500円お支払いいただくと、上の、一番涼しいところで見れますリップ席で見る権利プラスで、マンゴークローズの引き換え券だったり、あとはグッズ売り場の編集カード引きなど、引く権利がもらえるよというすさまじいセットが販売中でございます。こちらもぜひ皆さんグッズ売り場に販売しておりますので、お買い求めください。そして続きまして、昨日優勝いたしましたので、優勝記念グッズを販売しております。はい、現在グッズ売り場でもですね、 T シャツ販売しておりまして、さっき私が聞いた時はあと7枚って言ってたんで、もしかしたらもうそろぼちなくなるんじゃないかなみたいな気はしますので、はい、若い方も見られてますので、次よろしければですね、グッズ売り場でご覧ください。またオンラインでも販売しておりますので、はい、もし買えてなかったよという人は後日の発送にはなるんですけども、オンラインで要チェックしていただければというふうに思います。さあ、そしてそして漫画の話になりますが、10月14日、その掛け声をしたら、ゴーサラマンダーズの掛け声で
足を下から上にもうサラバンダーズと一緒に突き上げてくれるフォームを一緒にやって一体感を出したいと思います。これも1回だけ練習したいと思います。ぜひ皆さんご参加ください。右手のご準備お願いします。これ揃うとめちゃくちゃ綺麗で気持ちいいです。それでは皆さんいきますよ。ゴーサラバンダーズ。ありがとうございます。バッチリ参加率最高です。ありがとうございます。試合中もぜひガンガン盛り上がっていきましょう。さあ応援団の皆さん、今日の明日予定よろしくお願いします。ありがとうございます。最高。そしてビーリングスファンの皆さん、ようこそ藤崎大球場へ。ありがとうございます。敵同士ではありますが野球を愛する頃は一緒。今日も一日盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあこの後、もうそろそろ間もなくですね、ゴルフチャレンジからまた始まっていきます。そして今日ですね、熊本県出身の女優である坂上茜さんがゲストとしていらっしゃいまして、今日は一日中、はい、皆さんを盛り上げてくださいますので、お楽しみにしていてください。さあということで本日も一日よろしくお願いいたします。サラマンダーズスタジアム MC の誠、そしてサリーフよりミラノとナナミでした。今日も勝ちましょう。